こういう天気の日はお茶を入れて雨を眺めながら腰掛けているのが一番よ。でも入る前にノックするのは忘れないでね。それがあれば魔法薬の副作用も心配ないわ。今日はちょっと疲れたから付き合えないけど、不思議な薬を一つ選んでみない？